ついに私のサブマシンガンが火を吹く時が来ましたね。はい、そうですね。アペックスレジェンズ、それは伝説の勇者たちがチームを組み、固有の能力を駆使しつつ戦う銃と絆が導く伝説の FPS。 テイルズっぽいサブタイトルやめろや。おう、ダンシン特攻。おい、絆はどうした。ほら、殴れ。おい、銃はどうした。おいに剣がかかってこい。男なら、うわー、やめて。このゲームはお前が天国に導かれるゲームなんか。こんにちは、ゆずきゆかりです。みなさんこんにちは、絆あかりです。今回はこのゲームアペックスレジェンズをプレイしていきたいと思います。そうか。キャラ固有のアビリティを使いこなし、3人1組のチームで優勝を目指すバトルロイヤル FPS アペックスレジェンズ。私 FPS はやったことないんですけど、これはなんかとっつきやすいイメージがあったんで、すごく楽しみです。せやな。このアペックスレジェンズ、なんと PC、PS4、Xbox で無料でプレイ可能。ぜひ動画を見てくれてる皆さんも楽しそうだなと思ったらぜひプレイしてみてくださいね。ゆかり先生も気合い入れてゲーム実況を頑張っていきたいと思います。先生、どうかしましたか。ああ、ないね。今までの動画の中で一番まともにゲームの紹介をしているところ大変申し訳ないんやが、はい、実はね、このタイトル、アペックスレジェンズやのうて、エイペックスレジェンズって読むね。またご冗談。エイペックスレジェンズ。し、出ましたけど。顔色悪すぎやろ。嘘つけない子供かお前は。そんな。だってこれアペックスで読めるじゃないですか。どんなエイベックス的な読み方ずるいですよ。突っ込みづらいコメントやめろや。しゃあないやろ。ゲーム作った側が決めたことなんやから。今度からこのゲームはエイベックスの流し物と呼ぶことにします。お前マジでやめろや。さあ、早速プレイしていきましょうかね。おお、なんやかっこいいキャラがたくさん並んどるな。ゆかり先生は何使うんですか。私はこのペッパーくんを使用していこうと思います。こんなカメラ目線でサムズアップするペッパーくん怖いわ。最近では企業から必要とされずに倉庫行き、どんな悲しい現実に、優しい先生は救いの糸を垂らします。糸を垂らすな。手を差し伸べろや。てかそもそもこのロボットがペッパーくんじゃねえよ。着陸、まずは武器集めといきましょうかね。せやな。このゲームはアイテム集めがかなり重要になってくるから、きっちりやらなあかんな。ちなみに先生は FPS のご経験はいかがですか。そうですね、控えめに言って唯一無二ですかね。控えめに言ってわけわかんないですね。アイムアルーサー負けてんじゃねえか。てか唯一無二の敗者ってただの雑魚じゃねえか。ふざけんな。いやいや、私だってすごいところあるんですよ。言ってみ。私実は銃を見たことあるんです。え、お前今リアルの話してる。友達が狩猟用の銃を持っていて、その時に見せてもらいました。お、なんやそれはすごいな。そうなんですよ、一緒に狩りに誘われて。そうなんかワイルドなご友人やな。でも私そんな資格一切持っていないんで断ったんですけど。まあせやな。その時コスプレも頼まれまして。は、狩りにコスプレ。はい、勧められた衣装がこちら。お前それ撃たれる側じゃね。さあ、場面は飛びまして残りは3部隊。飛びすぎ。このゲームたまーに誰とも快適しない時があるんですよね。そうなんか。まあそりゃしゃあないな。敵がいないなら好都合。私のアルティメットスキルを使う時が来たようですね。いけペッパーくん。最近のペッパーくんは高性能やな。暇です。おいおい、敵が見えないからって気抜けすぎや。そんな調子やと不意をつかれて脳天吹き飛ぶで。私のどんなモチベーションの上がり方やねん。おおおおおお、なんつう雑魚の極み。なんとか休止で一生を終えましたね。お前それ死んでんじゃねえか。一生を終えろや。とりあえず体力を回復せねば。せやな。なんかいろいろ爆撃されてるっぽいから安全な場所で回復するんやで。オッケーです。ああ、回復アイテムが微妙に足りない。まあしゃあないんちゃう。なんとかこれで行くしかないやろ。おおおお、ありがとうございます。ありがとうございます。優しいお人やわ。前世は神か菩薩様ですかね。まあ確かに、ウィングマンをあさっての方向にぶちかまし位置を知らせ、遠距離からの3発でノックダウンしたペッパーくんに回復をくれる人は、菩薩様と言っても過言ではないかもしれんな。そんな人いるんですか。受ける。お前のことやぞボケ。さあ、敵に詰められる前に、次のエリアへ行こう。残り3組言うことは、確実にそこで居持ってる連中おるから注意やで。そうですね。しかも、後ろからもう1組が突っ込んでくるはずです。早めにこのエリアを取っておかないと挟まれてジ・エンドですね。すげえ、全部外しとる。すげえ、全部外しとる。ふっ、残り1部隊。お前が偉そうにできるその理由はなんやねん。ちー。一応役に立ってない自覚があるのか、味方よりも先にデスボックスあさりに手を出さないゆかりちゃん好きやで。あ、すんません。ありがとうございます。なんか泣けてきたわ。中性だ。よっしゃ、最後や。やったれ先生。すげえ、敵の位置全然わかんねえ。すげえ、索敵ひどすぎる。お、ヒッヒッヒッ、見つけたぜ。ウィングマンのサビにしてやる。弱い者いじめダメ絶対。
ふはははは、一人撃破してやったぜ。ハイエナのごとく、残りの敵はどこでしょう。息を潜めてるな。気をつけるんやで。で、そこにおるやん。あ、あかん。早カバーに入るんや。任せてください。気持ち的には当たった気がする。お気持ちだけで十分なので、早くそのクソエイムなんとかしろや。よし、説明書。お前にも何が見えとるんや。くって、ガスクッサ、ガスクッサ。ヨガミ41ってリングマン一発しか当たってねえじゃねえか。私がチャンピオンです。お荷物という比喩を体現するのやめてもらえませんかね。アイアムエイペックスチャンピオン。我無敵なり。はははははは。うわうざ。で、めっちゃ近くに敵いるんですけど。ほらあかんな。対応銃を確保するんや。殴れ。お前うちの話聞く気ないやろ。困った。あちょー。あれ、なんかダメージ入らないな。あなたが今必死になって殴りかかっているパスファインダーさんは味方ですボケ。シャーンダウン奪ったぜ。味方の手柄を我が身のようにアピールされてどないしたんですか。てかさっき倒した敵のチームメンバーの近くにいるはずや。ちゃんと警戒するんやで。かしこまり。ああ、味方がやられてしまった。あかん、銃持ってないんだから引いて体勢を立て直すんや。任せてくださいよ。なんたって先生はエイペックスチャンピオン。何か来ようと先生、来ようと先生、来ようと先生が。あれ、このゲーム、落下ダメージなしって言ってたのに、開発側の配慮を超える間抜けっぷりを晒すのやめろや。